浄土宗プレゼンツ朝のひととき、今週も始まりました浄土宗プレゼンツ朝のひとときです。早速ご紹介しましょう。浄土宗の田中光斗さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。新海さん、はい、フェイスブック見ましたよ。見ていただきましたか。仕込みの大変な呼び込みの、はい、ね、関さんとお二人の写真が先週末ですね、はい、B 級グルメフェスティバルにトントマ LA ラン出しまして、はい、もうね、多くのリスナーの方に来ていただきました。何よりです。よかったですね。そうなんですよね、はい、このコーナーも Facebook でもう一回聞くことできますので、ね、ぜひぜひお願いします。イベントという言い方も変ですけど、はい、行事がですね、はい、7月6日、はい、日曜日にこちら浄土宗で、そうですね、もうお盆なんですね。早いですね。早いですね、はい、お盆の当場特別供養開催されます、はい、これはうちのお寺では年に一遍お当場って言いまして、はい、お手紙のようなもんですね、はい、亡くなった方のお名前お戒名をお当場に書いて、はい、それを法要に供養して、はい、お念仏を唱えるという大事な法要です。このお当場を自分の家にも置きたい、はいはい、だから法要終わったものをご自宅に持ち帰っていただいて手を合わせていただくことができますので ね、はい、こちらは当然事前のお申し込みが必要になってくると思うんですが、はいはい、浄土宗のウェブサイトから申し込み書を出すことができますね、はい、できます、はい、www.jodoshuna.org こちらまずご覧ください、はい、詳しい時間等も載っております、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、まあ、お盆も近づいてちょっとお参りに関する話なんですけども、はい、ちょっと前にある歌が流行ったんですけども、うん、僭越ながら私が歌ってみますと、はい、私のお墓の前でっていうのありましたね、うん、秋川雅史さんの千の風になって、はいはい、秋川ファンの皆様すいません。一回田中さんとカラオケ行かなきゃいけない。そう、この歌が、はい、またなんでお参りに、あ、それですね、うん、歌詞がどんなでしたっけ。私のお墓の前で泣かないでください、はい、そこに私はいません、はい、眠ってなんかいません、はい、ここが一番、まあ、印象的な歌詞です、ね、そうですね。で、はい、千の風になって、うん、なって、ね、はい、あなたのそばにいるよと、はい、で当然このね、歌詞も素晴らしいし、うん、秋川さんの歌も素晴らしい、うん、ね、誰もがいいなと思う歌だとは思うんですが、うん、まあ、お寺の世界の中でね、うん、これが流行った当時、うん、日本でね、うん、そっか、あの亡くなった愛しい皆さんは、うん、千の風となってもうすぐ近くにいらっしゃるんだから、はい、お墓なんかいらないね、仏壇なんかいらないよねっていうような風潮がねちょっと出てきたんですよ。それでまあちょっと僕はあの、いろいろちょっと調べてみましたらね、いろんなことが分かってきたんですね、はい、まあ、ちょっと新海さん紹介していただけますか。 こちらに書いてあるんですね、はい、出典を調べてみますと諸説ある中で1930年代第二次世界大戦のちょっと前ですね、はいはい、メリーランド州ボルティモアのあるアメリカ人主婦によって書かれたという説が有力だそうです、はい、彼女の友人のあるドイツ系ユダヤ人少女の母親がドイツで亡くなりましたが、その少女は諸事情のためドイツに帰って母を、弔うことができませんでした、はい、この詩はその少女の心を慰めるために書かれたのが原書とのこと。二次大戦前ですから、うん、一番そのドイツではね、うん、そのユダヤ人の方は、ね、大変な時期でしたんですね。だからできることなら、はい、この女の子も、はい、もうアメリカからね、うん、国に飛んで帰ってお母さんのお葬式を挙げて、はい、お墓参りをしたいと思ったと思うんですね。当然だと思いますね、はい、ですから、まあ、この歌からね、うん、私たちが学べることがあるとするならば、うん、むしろ、うん、もうちゃんとできるうちにしっかりお墓参りは、お寺参りね、手を合わせることをやれよということじゃないかなと私は思うんですよ。これほぼ逆ですね。そうですね、うん、やっぱり古いことわざが残ってるってことは、はい、それが本当だってことだと思うんですけども、はい、まあ、親孝行したい時には親はなし、うん、なんてね、これはもう人間の真実だと思うんですね。そうですよ、ね、ですからやっぱりこの歌からね、うん、ただ単にああいい歌だなで済むんじゃなくて、うん、そうか、しっかりお参りできるうちにちゃんとさせてもらおうと、うん、いうのがまあいいんじゃないかなと思うんですね。そういった意味でもね、はい、この7月6日、はい、日曜日こちら浄土宗に来ればお参りできますので、はい、ぜひ多くの皆様、はい、ね、
参詣お待ちしてますんで、はい、詳しくはですね浄土宗のウェブサイトをご覧ください、はい、www.jodoshuna.org ということで今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。